はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015ジョー・ギブソン侍道パート6やっていきたいと思います。今回はね、交流戦の楽天戦をやっていきたいと思います。相手ピッチャー菊池投手ですね。今のチーム順位はこんな感じです。1位との1ゲーム差で3位。まあそうだね、 DeNA に関してはかなり差がつけられちゃっていますが、5位の中日までは結構な接戦ですね。パリーグの方はそうだね、西武ぐらいまでかなが結構な僅差、まあ、やっぱりソフトバンクは強いのかなといった情報ですね。ということで今日も頑張ってやっていきましょう。まあ、銀次ちゃんやっぱいい能力だね、改めてこうやって見ても。はい、お、頑張ります。オーダーはこんな感じです。あえてクルーズを9番に持っていくあたり怖いですね。お、オコイ君が1番。これまたいい対戦になりそうです。ってことでやっていきましょう。楽天ではね、オコイ選手が盗塁を決めたんだよね。初盗塁も決めて。ね、バッティングの方ではまだまだ代打でしか出場ないですけど。ね、できればスタメンで使っていただけたらいいのになぁと。まあ、楽天自体もね、そんな調子悪くないです。ソフトバンク相手に勝ち越したんだったっけ？あれ？1勝1敗1引き分けだったっけ。そうだったよ、1勝1敗1引き分けで始まって、今日はどうだったんだろう。今日撮ってるのはね、前回のパートの引き続きの3月29日の11時半過ぎぐらいなんですけどね。楽天もまあ何やかん言われながらも結構打線も活発に動いてましたし、楽しくできてるんじゃないかな。よし、頑張っていきましょう。楽天の今選手とかユニフォームを着てる人がいるような、あそこで野球見たいね。ここの宮城のスタジアムでね、見たいわ。頑張っていこう。バッターはここのお、おこえちゃん。まあ新人らしい成績なんじゃない。まあ2割3分、2割5分は打ってほしいかな。4回に1回ヒット、1日に1本ヒット計算ぐらい打ってくれると、初球空振りです。結構安定して見れるよね。っていうか3割打つのがどんだけ難しいかってことだよね。1日4打席回ってきて1本じゃダメなわけだからね。難しいよね。1日2本計算ぐらい、 1.5 本ぐらい打たないと3割乗らないわけだから。打ちました、ファーストの右抜けました。そう、取ってほしかったな。クルーズファーストじゃないよね、誰これ。アンダー、さあ一塁に先制のランナーを置いています。何だっけ名前、あ、完全ド忘れした。あ、それアンダーソンだ。こんなド忘れすることもあるんだね。ラッキー、二塁を送ります。よし、これはでかいよ。まあこれがね、若気の至りってやつ。お、今井ちゃん猿顔がムカついております。まあ若気の至りだね、ありがたい。初球打ち、マジか。三塁は行かないでね。送りバントされたみたいな形になっちゃったね。さあイーグルス、うわ、先制のチャンスを迎えています。ちゃんか、まずは先制して主導権を握りたいですね。そうですよね、二塁はセーフ。どう攻めようかな。チェンジアップを、得意のチェンジアップをボール球で攻めてみます。チェンジアップには反応しません。反応してるような雰囲気だった。バッターの銀次、今シーズン得点圏ということは変化球系統を狙ってると考えよう。それもう少し欲しいですね。インサイド落ちました。ラッキー、さすがクルーズ。全然違ったね、読みは間違えたけど、ラッキーラッキー。2アウトランナー3塁とか。4番はウィラー。ランナーは攻めましたね。ウィラーは4番でしたね。強いバッターですから、すごい顔してるんじゃないですかね。やられそう。外角、内角、どっちも強そうだな。これが1球目、初球時うまい、やられた。ダメか、なんか打たれそうな雰囲気あったからね。強い楽天、先制したシーンですが、まあ、この辺で数を絶好調じゃん。カズオ意外と怖いからね。てか平気で絶好調だったら普通にすごい選手だからね。バッターの松井、バッターとしては打ちました。ショートうまくさばいて3アウトチェンジ。なんか情けない立ち上がりでしたね。まあいいや。よし、
まあ同点にしてくれた。まあちょっと閉鎖っていうのは悲しかったけど、まあいいでしょう、ありがたい。よし、でね、まあ前回はね、開幕がね始まったプロ野球についていろいろ語らせてもらったんですけど、まあ結構しゃべり足らないことたくさんあったんですが、まあ今日ね阪神対ヤクルトを見せて一番思ったのはね、まあこれ試合が終わった瞬間に出した動画でも言ったんですけど、ヤクルトのね応援曲がいい。もうまずそのまあロッテとかがよくいいって言われるじゃないですか、あのサッカーチックな応援、まあ、あれはかっこいいと思います。いいなと思うんですけど、ヤクルトのね、まあその畠山選手にしても川端選手にしても、まあそのどの選手にしてもすごくいいんだけど、とりあえず山田くんが登場する時のあの山田哲人って言って出てくるじゃないですか、あれが鳥肌立つよね本当に。あれが自分だったらそれ打たんといかんなって思うよね、あんだけこう声張って言ってくれると。あれはすごくいいなって聞いてて思います、改めてね。ヤクルトはとりあえず応援がいい、まあ、そのチャンステーマにしろ、なんかかっこいいとかいうよりも感動するよね聞いてて。日本シリーズでも思ってたんですけど、なんか感動する、なんかこううるうるってくる感じ聞いてて、本当にああ野球っていいなって。ヤクルトの応援は阪神戦以外行きたいなって、思います本当に。もしね、あまり応援曲聞いたことないよっていう方もしいらっしゃったらね、まあ、出てくるから全然、野球応援曲でヤクルトって調べてくれたら YouTube だろうが何だろうがいっぱい出てくると思うんで、一回聞いてほしいなって思います。本当にねすごくいいなって思います。まあ、ほとんどの方が知ってらっしゃるとは思うんですけど、あれずっと聞いとける、山田くんの応援曲とか特に畠山選手も好きなんだけど、バレンティンとかもねすごくいい、あと大引き選手とかもいいよね。危ない。まあその今阪神と比べちゃいけないんだけど、阪神の応援曲はもうくだらんのよね。とりあえず多分ファンの方はみんな思ってると思う、もっとかっこいいの作ってよって絶対思ってると思うよね。なんかこうロッテとかヤクルトとか、まあ、巨人とかもかっこいいよね、日ハムともかっこいいし、なんかこうもうちょっとこうねセンスのある方が作ってほしいよな。なんかこうダサいとまでは言わないけど盛り上がりに欠けるよね。ゴメスとかホームランホームランゴメスって言ってるだけだからね。まあ阪神で応援曲でいいなと思うのは今成とヤマトと、まあ、巻いたマートンとぐらいだったね。まあいた檜山選手と金本選手も良かったかなと思うんですけど、いいところへ決まります。ノーボール2ストライクです。なんかこう面白みに欠けるよね。あとは高山選手とかにも応援曲作ってほしかったななんてことも、なんかあの汎用曲使ってるでしょ。なんかそこら辺もうちょっとこうね、阪神お素晴らしい太田選手ヒットホームラン、もうちょっとねこうファンはみんなついてくるわけだから、こう中の人応援曲とか作る人をもうちょっと奮起してほしいな。だからちょっと古い人が作ってるのかな、なんかこう面白みに欠けるよね。それがすごく僕阪神ファンとして、阪神ファンの一人として応援曲には不満がありますどうでもいいんだけどそのこと、阪神ファンでそんな思ってない方はいっぱいいるんじゃないかなと思いますけど、思ってる方も少なからずいるんじゃないかなと思います。応援曲の不満持っています。だってね、日ハムの陽選手とか陽大観選手とか中田選手とかかっこいいもんね応援曲が。とりあえずあれ聞くだけで選手も頑張ろうと思うもんね。まあそう、巨人の長野選手か坂本選手の応援曲だってかっこいいもんね。あんなんで登場して応援してもらったら、それはもう選手も人間なわけですから、機械じゃないからね、やってやろうって思うよね。それ抜けちゃう数を数をしぶとい。ここは抑えないとな。せっかくホームランも打ってくれてましたし、まあ、こういう場面で返しておかないと150キロのスプリット出たよ今。これはデッドボールということになります。これ
打席には7番バッター今結構シャレ長くなってきた。チャンスが広がっています。あそう、さあイーグルス同点のチャンスを迎えています。ラッキー。これはインコースいっぱいに決まった。ストライクを先行させていきます。追い込みました。いらないもんね。バッターボックスの今江、今シーズンの得点圏打率は1割でくれよ5厘となっています。よし、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。とりあえず OK だね。ヒットが出れば追いつくかという場面。島ちゃんか、その絶好調島、流し打ちされたくないな。 OK、 まずは変化球、これが2球目、ファウルボールです。どうしようかな、もう1球内角に見せよう。三遊間入っちゃったか。1人になった、ホームに送球、サードランナーホームイン。うわ、入れるつもりなかったんだけどな。てかボール球打ったんじゃない今、ポテンって言ったもんね。勝ち越されたくはないよ。よし、初球空振りです。同点にもしたくない。さあ2球目は何か。ケーナー、そうここはあっという間に追い込んでいます。よし、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。まあ耐えたって感じだね。島選手の1点はいらなかったね。やべえ、流れが完全に向こう行っちゃってる気がする。ここピシッと締めてね、終わりましょう。オコエちゃん結構顔似てるんじゃないかな。まあ適当に作っては見たんですけど、それなりに似てるよね。まあ今日ね、エナツね、エナツさん、エナツさんと言うべきかな。エナツ投手の投手っていうか、エナツさんがね解説してたんですけど、まあなんていうのかな、エナツさんの解説の仕方はすごくこうオールマイティーというかこうスタンダードなんだよね。どちらかというと広沢さんとかは結構 いじりというかディスりながらこうどちらかというと厳しめに、ね、解説しはる人で、矢野さんとかには今はコーチしてるけど、どちらかというとこうバッター陣にとかにはまあ優しめに、ピッチャー陣とキャッチャーには結構厳しめに、まあ、キャッチャーの方なんで厳しめに、ね、解説しはりますし、まあ、逆に檜山選手とかはこうみんなに優しかったり、いろいろ解説者によって独特な感性を得るし、ちょっと赤星さんは結構自分の自慢をしながら解説したりするような印象をね、井川さんとか特に独特な感じで、皆さんこう今日はここまで、なんていうのかな、一人一人個性があって聞いてて面白いなと思います。僕は広沢さんの解説が結構面白い、人をディスりながらやるから、まあ、僕そういうのが結構好きで、まあ、お前がそんなすごい選手だったのかってたまに言いたくなるけど、まあ、それぐらい面白く解説してくれるはるんですけど、江夏さんはね、ああ見えて結構スタンダード、こうしっかり真面目にというかね、あんだけ年齢重ねてますし、野村監督みたいにぼやきみたいな感じでね解説しはるわけでもなく、かなりこう正統派で、コメントしはる人なんですけど、聞いててすごくこうなんかためになるというかね、その自分のあったことを少し話しつつ、うまいことこう実況者との兼ね合いもあって、聞いてて気持ちがいいっていうのが一番かな。面白いとかとかよりも気持ちがいいっていうのが江夏さんの解説なんですけど、まあ高山選手とね喋ってた時があったみたいで、本当に目がいいと思ってましたね。まあその人間って目を見て話した方がいいとか言うじゃないですか。これなかなか難しいことだよね。特に目上の人と目をバシッて見て喋るっていう挨拶とかするとかも難しいとは思うんですけど、まあ、高山選手はそれがさらっとできちゃう。江夏さんとの初対面の時もまっすぐこう目を見てこう瞳がすごかったっていうか、目力がすごかった、なんか音をらしかったってことを江夏さんが言ってて、もう見た瞬間からもう確実に、その時は手を怪我した時やったみたいなんですけど、まあもう確実に一軍に登ってくるって思ってたらしいです。やっぱりこう人っていうのはね、技術云々の前にやっぱりまずはその姿勢ね、そういうこう人間性が全てを物語るんだなって、それをちょっと解説を聞きながらね、なるほどなと思って聞いてましたね。やっぱりそうなんだよね、きっと。まあもちろんね、別に怠慢、練習も怠慢に過ごし、生活態度も怠慢にしている人でも能力ある人っていうのはおそらくいるでしょうけど、結局こうずっと活躍する方っていうのはそういうね、紳士的な方がされるんだろうね、きっと。
だから応援したくなるよね、とりあえず。なんかチャラチャラしてる人を応援したくはならないから、まあもちろんメリハリがある人はいいかなと思うんですけど、練習あんまりしないみたいな人が試合できてあんまり応援したくならない。あでもね、開幕始まって高山選手良かったですし、あまりこう本調子というかこう自分の力は若干発揮できてない、まあ、小さくなってしまうのは分かるんですけどね。オープン戦ではまあ練習っていうか練習なんで、まあ、急にあんなね、どのピッチャーとも初対戦の状況で、おそらくオープン戦では、ね、その1軍のピッチャーはそんな本気で投げてこないでしょうし、なんかある程度ポンポンと投げてきてる球を打ってるようなもんっていうのもあったでしょうから、ね、真剣になった時になかなかこう打ち崩せないっていうのは、まあ、しょうがないことではあると思うんですけどね。まあ、金本監督我慢して使ってほしいなと思います。本当にゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なんかこう4月いっぱいとかで、まあ、もう無理だからいいわみたいな感じで帰ってあげるのはかわいそうかなと。かわいそうというか将来的にもね、せっかくその長いキャンプ、しんどいキャンプを勝ち取ってレギュラーに取ったのに、開幕たかが1ヶ月そこらで調子悪いからって変えられるっていうのはかわいそうだなと、ね、たまたまこう誰かが怪我してチャンスを得て、ね、そこからちょっとレギュラー取ったから取って、そのね、ずっとレギュラー張ってる人と変えられるっていうならまだこう納得がいくのかなと思いますけど、さよなら負けしたまあね、この前は助けてもらいましたが、負けで助けてもらいましたから、まあ、こういう時もあるよね。いやでも粘ってきたから勝たせてほしかったかなというイメージはありますけど、まあ、こういう時もあるよね。あでも二桁奪三振を取ったんだね。一応試合は作ったので良かったんじゃないかなと思います。だから本当ね、新人もしくはやっとレギュラーを取った方っていうのはね、そんなすぐ結果残すっていうのは難しいから、もうちょっとここが皆さん我慢して使ってもらったらいいんじゃないかなと改めて思います。次回はオリックス戦ですね。頑張っていきましょう。オリックス戦、ソフトバンク戦じゃなかったっけ。まあでも監督がオリックス戦って言ってたらオリックス戦に登板しますか。ソフトバンクどうなんだろう。まあでもオリックスの関西対決、まあ関西対決じゃないんですけどね、まあオリックスでもいいか。次回はオリックス戦と言われたので、オリックス戦の登板、じゃあ次は日ハムになるのかな。ここは入れ替わりになるみたいなので、そういう形でやっていきたいと思います。次回はオリックス戦頑張っていきたいと思います。まだ松井君は先発するんだね。設定では抑えにしてるけど、勝手に変えられちゃうからこればっかりはどうしようもないんですが、まあ今日はねそれなりのピッチングはしましたが、勝ちには結びつかなかったってことで、次回こそ勝っていきたいかなと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、宗介でした。さよなら。